Hey yo, おはよう、おはよう、おはよう。土曜の朝8時だよ。おたちのミュージックツーが始まるよ。ダメだ。おたちのミュージックツー。おはよう。おたちでーす。今日もおたちのミュージックズー始まりました。みんな朝ごはんは食べたかな。さあ今日も今年70周年を迎えた札幌市円山動物園の動物たちと音楽で遊ぶためにミッションをクリアしていきたいと思います。前回はねライオンだったんだけど迫力あったよね。今回はどんな動物に出会えるのか楽しみにしていてね。それでは行ってきます。ミュージックズー。はい、ということで今日は円山動物園正門を抜けてすぐ左手にある場所にやってきました。そして前回に引き続き円山動物園里吉さんにお世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。元気でしたか。はい、おかげさまで元気にしてました。よかったです。今日はね、ある動物のまた声を録音したいということなんですけど、はい、もう早速その動物の目の前に私たちいます、はい、ということで今日はこちら大鷲です。はい、大鷲の鳴き声をちょっとねスマートフォンに録音したいなと思っています。でもなんかかっこいいですね、この凛と立っている姿というか。そうですね、やっぱりこの鋭い眼光もそうですし、うん、大きいくちばしと、うん、あの羽の白いところのコントラストもすごい綺麗ですよね。この黄色いくちばしが綺麗ですね。あと足も黄色なんですね。そうなんです。はい、オオワシはどんなところに住んでいる動物なんですか。はい、オオワシはですねロシア極東部のカムチャッカ半島ですとかサハリンの北部それから北海道の東部に生息しています。寒いところにじゃあを求めてるって感じですかね。そうですね、あの夏の間は、はい、繁殖のためにロシアの方に生息していてで、冬になると、冬を越すために、まあ、泣いちゃいましたけど、はい、冬を越すために北海道に南下してくるというような動物になります。そっか、じゃあロシア生まれ北海道育ちっていうことですね、はい、そうなりますね。冬ロシアにいると寒すぎるので、はい、こうそれを避けるために南にある北海道の方に来て、はい、そこで魚を取って食べたりして、はいめちゃくちゃ鳴いてますけどね。ミッションすぐクリアできそうこういう鳴き声なんだ。あ、なんかちょっと喉を鳴らすような。そうですね、感じですね。おー、おっきい、すごい。え、今ちょっと羽をねパッと広げたんですけど、はい、羽広げると大きいですね。そうですね、羽を広げると、うん、まあ個体によるんですがだいたい2メートルから 2.5 メートルになります。すごい、大きいですね。オオワシの主な餌となるのは魚。多くのオオワシは海の近くで過ごしていて鮭などの魚類を食べているんだそう。そんなオオワシは現在世界中に5000羽程度でこうしている間にも減っているんです。主な原因は開発によって繁殖地が減っていることや人間が猟銃で撃った弾を飲み込んで鉛中毒になってしまったりバードストライクといって風力発電機にぶつかって死んでしまうことも。どんどん進化していく私たちの生活と減っていく動物たちの命、円山動物園での命を守る取り組みを私たちも知っておきたいね。チチ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 おたちのミュージック、ミッションスタート。どうでしょう。
泣く？あ、目あったよ。今私目あったよ。すごい目がクリクリしてる。まっすぐな眼差し。あ、泣くかな？泣く？でもこれで泣かれたら私目あって泣くのすごい迫力そう。緊張しちゃってるかな。お願いします。泣かないで。周りが泣き始めると泣くんだって。だから今カラスが泣いてる。それに影響されて泣くかも。いや、話ではね、オオワシは結構すぐ泣くんで、ミッションすぐクリアしちゃうと思いますよって言われてたんですよ。まさかの。あれ？ちょっと、カラスがいた。そうか、私挨拶してないからかな。大橋さん、札幌市円山動物園 PR 大使の小澤千尋です。おざちだよ、おざちだよ。第2回のゲストとして出演してくれないでしょうか。すごい、足がすごいわ。首がケロケロとして、本当？黙り込んじゃったね。急に喋ってると入ってくれてたのかな、会話に。なんか泣きそう、泣きそう。泣きそうじゃときにこう上向いてロックだね。こういう感じね。人で言うと聞けましたよ。聞けました、オオワシの鳴き声。やっぱり周りが泣くとそれに反応して声を出してるっていう感じがしたね。あー、ちょっとどうなるかと思ったけど、みんな元気に泣いてます。じゃあこれを持ち帰ってね、ちょっと音楽にしたいと思います。ミッションクリアー。ミュージック2。今週のおざちのミュージックズ、楽しんでもらえたかな。来週はミュージックズスタジオからお届けするよ。あ、それはあとチャンネル登録、グッドボタンもよろしくね。じゃあ今日は最後におまけ、今週末のおざちの勝手にラッキーアイテムは風鈴だって。詳しくはおざちの生ラファンクラブで。したっけ、また来週。